今何を思ってるんですか？お風呂入りたい。こんにちは、今回はですねノルウェーにゲストの方がね来ていただいてます。で今回ご紹介するノリで160キロの山道を走りに日本からノルウェーまで来たある男性の話、これをね聞いてくださればきっと動画見終わった後に何かアクションを起こせると思います。はい、ということで今回の主人公の庄司さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。庄司純也と申します。今京都に住んでてランニングのパーソナルのトレーナーをしております。庄司さんは毎年6月にノルウェー北部のロフォーテンで開かれるトレイルランニングというスポーツの大会に出場するため今回ノルウェーに滞在しました。出場距離はなんと100マイル、およそ 160km。 ロフォーテンの山道を32時間かけて走った後にオスロでお話を伺いました。実は庄司さんにとっても160キロというのは未到達の距離だったそうです。一回海外レース、スペインの大会エントリーしたことあったんですけど、大会が嵐で中止になって50キロしか走れなかったんで初体験です。日本でも走ったことないです。今回160キロを制覇した庄司さんですが、実は3年前まではその距離への挑戦は夢のまた夢だったそうです。3年前までは本当に80キロ日本の大会でもリタイアせざるを得なかったっていうお話を伺ったんですけども、怖いけど楽しそうなことっていうのをこう小さく続けてきたっていうので今に至る。そうですね。ということですね。未知の領域に挑むには怖いけど楽しそうなことを小さくやってみるのが最適というその考えに至った庄司さんの人生を伺ってみました。もともとはサッカーをされたんですね。そうですね、もうサッカー大好きで、下手くそだったんですけども、とにかくボール蹴りまくってた。将来スポーツのお仕事に就きたかった。そうですね、やっぱりそんなにめちゃくちゃうまい選手じゃなかったんで、プロはもう早々に無理だと、いやでもスポーツが好きなんでスポーツの仕事に就きたいということで、もう純粋にサッカー好きだからサッカークラブで働きたい、大学もスポーツビジネスの専攻してました。だけど新卒でスポーツ業界に入られたわけじゃないんですよね。そうですね、新卒でスポーツ業界に行くべきか、いや行かない方がいいってこうなんか二極化しててすごい悩んだ結果、一回別の業界を見てからスポーツ業界に転職してみようかなっていうので、最初はもう全然違う業界でバームクーヘン焼いてました。サッカー少年スポーツ専攻大学生結果バームクーヘン、バームクーヘン焼いてた。その後さまざまな職業をご経験なさった後、ついにスポーツ業界へと文字通り足を踏み入れる転機があったのだとか。ところが念願のスポーツ業界に入る機会が、訪れたと。でそれはスポーツの小売店の社長さんとお知り合いだったと。でその方のお店に入られたと。でもそのスポーツ店っていうのは別にサッカーじゃなくてランニング、トレイルランニングの専門店。そうですね。ここで庄司さんにとっての一個の未知の領域が訪れましたと。サッカー出身の方がランニングのお店で働くっていう。そう、急に店長なって言われて、えっていう。体力作りで軽く走ってたのと、年1回苦行みたいな感じでフルマラソンに出てたぐらい。ランニングを続ける中で徐々にランニング仲間が増えたり、お客さんとランニングのお話ができるようになっていったそうです。今や160キロを走る庄司さんですが、このランニングを始めた時点は相当遠い昔ではなく、それが2016年働き始めですよね。そうですね。で6年後160キロ走りにノルウェー来てるっていう。はあ、確かに。1年生が6年生になったらそんなことになるんですね。すごいですね。働き始めた当初フルマラソン 42.195 キロなんですが、それも苦行って感じ。苦行でした。それが3年後には早くも100キロの大会に出場され、どうすればそんなに早く力を伸ばせるのかお話を伺いました。いやーなんかその時々で面白そうな大会とかを、それこそランナーの方から聞いて、この大会面白かったよとかって聞いて調べて、あ面白そうこっちみたいな。
この山走ってみたいとか、うん、この、まあ、町走ってみたいみたいなので、ロードの大会とかトレラン大会とかをこう距離を見ずにあんまポチポチしてた感じです、うんうんうん。未知の領域に挑むには怖いけど楽しそうなことを小さくやってみるのが最適。これをまさに実践したことで、そのさらに3年後には100キロが160キロになって今ここにいる庄司さん。長距離トレイルランニングがいかに過酷な競技か伺ってみました。ランニングと違うのは山を走る。そうですね、僕もやりだした時に、うん、マラソンとかそのロードのランニングとトレランってどう違うんやろってこういろいろ知り合ってて、結局整地されてるか不整地かっていうぐらいなんかなみたいな。分かりやすく言うと、平坦なところかかなりこうアップダウンがあって山を越えていくかっていう違いでした、うんうん、アップダウンがあるのに160キロ走るんですよね。そうですね、100マイルって、はい、完走されたんですよこの方。2日前、2日前ですね、できました。32時間かけて32時間かかりましたトレイルランニングにおいては100マイルは多くの人が達成を夢見るラスボス的な距離の一つだそうです。ショートっていうジャンルで40キロなんですよね。トレランではざっくりなんとなくそんな感じがあって、ショートレースって言われたらだいたい40キロぐらいまでで、うん、ミドルレースって言われるとだいたい50キロから80もしくは100キロぐらいまでがミドルレースって言われて、160キロの100マイルレースっていうのが一番こうメジャーなカテゴリーであって、もうあとはもう200マイルとか440キロとかもバーッと果てしなくあるんですけど、ザクッと区切るとその3つって感じですね。もうショートで40っていうのはもうショッキングすぎますよ本当。ショッキングですね。僕もちょっとそれはロングやん、ロングやんってアメリカで服買うときみたいな、これスモールちゃうやろっていう、もう完全に L だよねL だよねっていう。庄司さんにとって実はノルウェーは新婚旅行で行くことになっていた場所だったそうです。ロフォーテントレイルへの出場を決めたのも時期的に新婚旅行との相性が良さそうだったから。ロフォーテンは自然豊かなノルウェーの中でも特に美しい場所と評判ですが、簡単に行ける場所ではありません。今回庄司さんが行く際も一筋縄では行かなかったそうで、来られたのはでもお一人で来られた、ね、そうですね、結局奥さんがちょっと職場の都合上来れなくなっちゃって一人旅になっちゃったんですけど、しかもめっちゃ時間かかりますからね、関西からロフォーテンね行こうと思ったらそこを調べる前にポチっちゃったんで、ポチっちゃったんでおそらく最短になるように来られたと思うんですけど、はい、もちろんね寄り道せずにっていう意味で言うと、それでも関空から成田に飛んで、成田から、ドーハに飛んで、ドーハからオスロに飛んで、やっとノルウェーに入れたと思ったら、オスロからロフォーテンウルトラトレイルのゴール地点のスボルバーというところまで、はい、1400キロぐらいあって、日本の本州縦断してるやん、うん、遠いです、はい、そんなも知らずにもう落ちてますから京都のご自宅からロフォーテンの Airbnb まで片道ドアトゥードアで2人で数えたんですよ。おそらく38時間ですよ。かかってますね、ドアトゥードアで、はいはい、しかも1回飛行機逃してるからプラス24時間やから3日かけて来てますよね。そうですね、だから3日かけて現地入りして32時間かけて走って寝ずによ、しかもそうですね、寝ずに走りましたね。ポチっちゃうっていうその行動っていうのが結果的にはでも大きなことの達成につながってるって僕は思いますね、うん、おそらくそういうの意図的にもできるなって、いろんなことに使えるなって。最初にだって38時間かかりますよとか、すごい天候ですよとか、そんなんを最初から言われたらやらない可能性もありますからね。やらないですね、やらないですね、うん、僕がその庄司さんとお話ししてみてすごい感じたことは、面白そうとかでやっちゃうっていうのがいいアクセルになるのかなって思って、うん、まあ、ブレーキとかいっぱいあると思うんですよ、なんか心理的なものとか、そうやって情報が入れば入るほどやらん方がいいんじゃないかな、うんうん、高い、行くの時間かかる、全然ベストコンディションでできないそうですね、とかっていうのが入っちゃうと結構ブレーキかかると思うんで、海外移住にしても多分そうだと思うんですよ、うん、いろんな話を聞いてたらブレーキかかる可能性もありますよと、そりゃ、まあ、だけど、まあ、小さなポチることかもしれないけど、例えば英語をやる、うんうん、その移住を目指してる人とかどっかの頭にあると思うけど、でもどっからやればいいか分からないとか、いざこう行動に移せないっていうのがあるかもしれないですね。庄司さん流のこのやり方を実践するのは、例えば自分の身近な英会話学校を予約しちゃうですね。ちっちゃい本当に行動で
なんかこういきなりこう変わることがあるんで、それこそもう例え話でそうやってこう、ね、英会話のなんか英語を習得したいみたいな時にでもなーみたいなんで終わっちゃうのか、とりあえず家と職場の近くの英会話教室だけググってみるとか、でググってみたらあれ無料体験やってんのみたいな、ただかみたいな、予約だけしてみるかみたいな、で当日になってドタキャンしちゃってもいいし、最悪でも、もうゲボ吐きそうなぐらい緊張するけど、まあ行くだけ行ってみるかっつって、行ってみたらやっぱり合わへんかったでもいいですし、むしろそこでなんかハマるきっかけがあったとか、なんかちっちゃいことを起こしたらその次が見えてくるんで、英会話教室が続こうが続く前が次行けてるんで、それでいいやんっていう、で案外ポチるとやめようっていうよりかはどうやって仕様に思考が変わるんで、一回ちっちゃいこうワンアクションやってみて欲しいっていう感じですね、なんかやめたくなるのかどうかってのも分かる。そうですね、本当に心の底からワクワクしてんのかだったら多分怖くても行っちゃうのがほんまにやりたいこと、絶対怖いんで、知らないことは。だって翔さんも最初はサッカー出身やし、それでランニング入って、別にランニングが好きかどうかってまだ未知だったわけじゃないですか。そうですね、入った時点ではふとしたきっかけでランニングの世界に入り、でも面白そうなものをこうポチってるうちにもうすごく好きですよね、ランニングは、ね、今ではね、ハマっちゃってるって感じですね。ノルウェーの北の方まで走りに来るぐらいもう最終的にはたけてるし好きになってるし。最後にロフォーテントレイルランの結果もお伺いしました。結果が速報で12位ぐらい、120人弱ぐらい出てて、もう走り終えられた人がが多分ね50人はいなくて、半分以上の方がもう本当に暴風みたいな中だったんで、もうメンタルやられてやめた感じですね。やばい、鳥肌立ちますどんだけこのレース自体が過酷なもんなんかっていうのをランニング一回見てほしいです。自分結構ランニングやるんですけど、ランナー目線も含めてランナー座談会的にそれやばいやろみたいな、そういう話やろうかなと思うんで、またそれ別個でトレイルランニングっていうのを見てほしい。トレイルランニングこんなことあるよみたいな、こんなスポーツあんねやみたいなのがちょっとでも伝わったら嬉しいです。庄司さんはランニング以外にも人生の進路相談をお受けしているそうです。もうランニングのことはまあもちろんパーソナルトレーナーとして、まあ、オンラインでもやってたりするんで、ぜひ仕事よかったらくださいでもいいんですけど全然ランニングやってなくても、まあ、それこそ海外移住とかについてめっちゃ詳しくなんかこうアドバイスできるとはわからないとは思うんですけど、次のアクションどうしたらいいとか、なんでこうしたんとかっていう、そのどういう思考回路してんのみたいな話でも何でも質問があれば、いろんな SNS、ツイッターインスタグラム、フェイスブック何でも大体やってるんで、お気軽に相談ください。はい、また概要欄とリンクね載せようかなと思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。よいしょ。めっちゃ風強い。雨も風も。頑張れ、翔士さん。